クリスティアン・ロペス・サンタ・マリアは、スペイン王国バレンシア州アリカンテ県、クレビジェント出身のサッカー選手。ポジションは FW、アリス・テッサロニキ所属。2009年夏、レアル・マドリードの B チームである、レアル・マドリード・カスティージャに入団する。2011年1月、バレンシア CF の B チームに期限付き移籍をした。2013年7月31日、 ハダースフィールドタウン FC と単年契約を結んだ。背番号は19番。これによりロペスはハダースフィールドの歴史上で初めてクラブに加入したスペイン人選手となった。2014年3月14日、フットボールリーグ2のノーサンプトンタウン FC に期限付き移籍。同年5月にハダースフィールドを退団した。その後は、 一旦スペインに帰国するも、2015年6月に、ルーマニア一部の CFR クルジュと契約した。2016年8月31日、リーグズの RC ランスと、単年契約を結んで移籍した。2018年8月31日、アンジェ SCO に移籍金なしで加入。2年契約を締結した。2019年8月19日、 アラビアンガルフリーグのハッタクラブに1年契約で移籍した。2020年3月1日、ユーィー・ラスパルマスに移籍した。2020年8月26日、アリス・テッサロニキに2年契約で移籍した。ありがとうございます。